症候熱は、小児に多い発疹性伝染病。明治年間に、法定伝染病に指定され、恐れられていた病気の一つだが、抗生物質の開発により、治療が要因になった。このため、1998年の法改正に伴い、法定伝染病ではなくなった。現在の感染症法では、A 群溶血性連鎖球菌認闘炎として、診断。 治療を行うことがほとんどである。A 群 β 溶血性連鎖球菌の毒素によって発症する全身症状。発赤毒素に免疫のない人で発症する。A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎、五類感染症定点把握疾患、溶連菌感染症の1タイプ。2から10歳の小児に多く発病し、小児が集まる期間で集団発生することがある。中耳炎。 人炎、リウマチ熱などと合併して発症することがある。主に飛沫感染。通常は連鎖吸気に咽頭感染症に続発し発症する。潜伏期は2から4日潜伏期は高熱と咽頭痛、頭痛、脂質、乙寒となることがある。発疹期は高色の小さな発疹が全身にできる。舌が腫れ、一ジ舌、皮疹落雪期は 手のひらや足の裏から、膜用隣節感染後免疫反応として、リウマチ熱や子宮体腎炎を併発することがある、患者との濃厚接触を避ける、うがい、手洗いなどの励行。第1選択薬は、ペニシリン系抗生物質、ペニシリン、エリスロマイシン、クリンダマイシン、投薬期間は10日間。定点報告対象。ありがとうございます。